エリサとバチはフランスの歌手であり女優。モロッコ系ユダヤ人の父とロシア系ユダヤ人の母の元パリで生まれる。15歳からクールフロランで演技のレッスンを受け始める。1993年テレビ番組 YA パディ・レーザールへの出演をきっかけにナバロ、ネスター、ビルマなど数々の映画やドラマに出演。その後、ビガセルな監督作品である映画。 マッチョに出演。2002年にファーストアルバム、アンジュ・ア・トランジをコロンビアレコードよりリリース。2006年、2枚目のアルバムである、ジュネ・マシェ・パレ・モッツには、ヴィンセント・バギアンやザジが参加しており、このアルバムの制作時に行われた、作詞の公開コンペティションには1500を超える応募があった。2006年公開の映画、クリストフ・マラボア監督のゾーン・リーバ。 2007年に公開されたヤンクーネン監督の99フランで映画出演を再開した。2008年にはローラン・リュキエの演劇オープンウェットにアリス役で出演。2011年アルバムレシンドロームでピーター・パンの収録曲であるイルヌ・フォーでトム・ダイストのデュエットを発売し、フランス国内のチャートで6位を記録。さらにダウンロードランキングで1位を記録した。 ありがとうございます。